リンゴ飴いちご飴、ああ、これもね。未だによくリクエストというか、この話が聞きたいとも言われるんですけど、実は液体窒素で中を。ガッとやる。そう,そうです。そうです。あの粉末にした、そのシャーベットというか。お中に飴を作って、まあ、破壊して食べるのは一瞬なんですけど、作るのは実は、まあ。ちょっと、ち,っちょっと仕事というか。かちょっと仕事、ところじゃない仕事ですね。これね。<laughs> 感動できるああもう最高結局、先人たちの考えたものをなぞらえただけ、でも日本料理というのも一つの,その形があってみたいなことを言い出すと、うん、じゃその形をまたら日本料理をなんか極めたことになるのかということなんですね、だからそうではない、はい、今日一日の,その点数って何点なんだろうということを毎日やっぱり考えてやっていくということがまあ大事で、はい、修行時代になんか読んだことのある、読んだ禅の本に、その竜銀ずは雲が起きるという言葉があって。 あ、なるほどな。自分が思いを決めたことを積み重ねていくと、その必ずその結果がついてくるんだな。<ー>料理が美味しいと感じられる。ご馳走感を放つ間っていうのはビールを常温で飲むと、その話がよくわかると思うんですよ。え、元誠司さんです。えっ、ー、と日本料理人でえ日本料理、牛銀のオーナー代表主婦を。えー されております年年からミシュラン界で12年連続ミス星を獲得中すごいあの初めてヒレで立つあを食べたのは僕は山本さんのところでもう非常にあの美しいあだなと思いながらいつも頂い,いてるんですけどは生きてるアユ、はい、あのにを打って塩を振るとパーッとこうヒレが開くんですけど、はい、死んだあですとそういう状態にならないんですなるほどじゃあ次いってみましょうでんかかンンいちごかなありんごあいちご飴ああこれもねいまだによくリクエストというか。 この話が聞きたいとも言われるんですけど、最近あんまりやってないんですけど実は液体窒素で中をガッとやるそうですそうです。はい、あの粉末にしたそのシャーベットというかを中に飴を作って、そのいちご飴というかまあリンゴ飴から始まったんですけどもともとそのお祭りの時の屋台で売ってる飴ありますよね。はい、あれをなんとかこうガストロミックにちょっと料理屋下手にできないかなというところの発想からリンゴから始まってそのアレンジでいちごもできて、はい、最,最高です、ね。 これは今フードドライヤーか何かで乾燥させていちごのヘタというか、はい、葉っぱの部分もちょっと甘く炊いて乾燥させてるんですここ最高ですねこれねで中をジュルジュルにしてこれが冷やしてもうねこの,このああいいですねこれえっと触れ込みは最初なんですけどマイナス184度と196度196度18の温度のことを言ってるんですけど、はい、えっとあの えっと96度でしたっけあの温度差何度のそうです,そうです温度差が200度ぐらいあるわけですねああの上から熱々のジャムをかけるので、はい、いやこ,れこれがすごい美しいこの泡状にして凍らすと中が空気なので軽石が砕けるような形でこういう感じで粉末のシャーベットができるのでそれを飴のケースに戻してやるというかい、まあ、破壊して食べるのは一瞬なんですけど作るのは実はまあ ち,ちょっとちょっと仕事というかちょっと仕事どころじゃない仕事ですねこれね <laughs> えでもこれって毎日やられてるんですよねこういうこの系の作業作り、はい、これを出すときにはあ,あ<の>これ出そうですよねはいこれをやってる期間中はずっと毎日やりますねそうすね、はい、こういう質数がちょっと高いときはちょっとやりづらいんあやりづらいですねはいあそうなんだ、はい、もうこれをこれでなんかロートが来てそしてお期待はマイナス百九十 それを蓋して最後にヘタをぺちゃっと食べるのは一瞬なのに作るのは無限に時間がかかると感動できるああもう最高10年10年ちょっと前ぐらいにずっとこれを出してた頃っていうのは 結構不思議なもんだなっていうようななんか美味しいって素直に言われたことがなかなかなくって何なんだこれはっていうような何 <laughs> な,なんだこれが <laughs> 感想の方が多かったんですけど、はい、逆に今になってなんかあの YouTube のやつを食べたいっていよく言うああ<ー><だ>そうああそうなんですねこれこれも本当においしかったんですけども最高とでえっ、ー、と山本さんの主な天気は電タ料理に目覚めたきっかけは母親の手伝いをしているうちに次第に楽しくなるこれ何歳ぐらいの頃ですか。 えっと小学生の頃ですね低<ー>、はいまあ、学年の時、まあ、母親がすごく料理,が作る料理を作るのが好きというか、はい、一生懸命やってるんですよねはい僕は家帰って学校終わって今日は何々君とこんなことがあったとか、まあ、お小遣いせびったり遊びに行くのも大体、まあ、いい話を聞いてもらう時は母親ってあの台所にいるんですよね、はい、でそこでなんか母親の機嫌を取るためにはちょっとお料理の手伝いをする,なるほど手伝いをするとなんか機嫌よくなってお小遣いくれたりするので だだんだんこっちも容量が良くなってきて早く遊びに行きたいもんだから次はこれするんだろうなってだんだん見えてくるじゃないですかお玉を取ってあげたりとか冷蔵庫からこれを出してあげたりとかだんだん知らぬ間にそのなんか料理の助手を務めてるような感じになってそれでなんか料理が楽しくなったんですけれども。 でそれでお,お両親の親の反対を押し切ってえっ、ー、と料理の世界に入られたのが二十代の頃ということですか。調理学校行ったのが十代後半ですよね。二十代,、はい、代は毎日燃え切って燃え尽きてやってる達成感をどう得られるかという気持ちで二十代の頃はまだえっ、ー、と料亭で修行されてた頃というあたりですか。そうですそうです。じゃあ四国にまだ四国にいました、ね。そうですよね。はい、日本料理の料亭。二十六。 まででは、ね、徳島の方にちょっといたんですけどであ修行されてる時にあの日本料理のどういったところからこうあの自分のルーツっていうか原点を発見されてって流儀に至るのかっていうところをちょっとお話聞いてみたいんですけれどまあ憧れですね最初は、うんこう。自分が入ったお店で作られてる料理であったりとか、はい、そのお店の世界観とか求めてるもの、うん、未来可能性、まあ、いろんなことにすべて憧れて、はいまあ、心をゼロにして。 なんかまあ心預けるつもりで親方についていくわけですけれども、はい、まあそういうのをずっと繰り返しているうちにその人の助手としてこう手伝いとしてはいい人間になれるかもわからないですけどその人と同じことは絶対できない、はい、その人が立っているところに行くことっていうのはそこに席を置いていいてる限りはいけないうん、うん、やっぱり自分の旗を振って自分で自分の料理をこう 展開するためにはやっぱり独立っていうものがどうしても必要になってくる。うん、じゃあ独立するためには自分には何が必要なのかっていうのを考えるようになったのが20代後半ぐらいの時からですかね。はい、はい。でも実際33歳ぐらいまでの時に独立したのでちょっと時間はかかっちゃったんですけども。はい。はい、それで33歳で独立された時に六本木のあの流銀のお店をそ,、ね、そうですよね。そこ。角のちっちゃい頃です。角のああ最最高です。33歳の。 で三十四歳料理ににターニングポイントになったのがスペインのサンセバスチャンでの料理大会に参加、料理学会に参加されて、えっ、ー、とタイの生きめを披露して評価されたっていうのがございますが、うん、この時とかはどうしてこの料理学会っていうか料理のカンファレンスみたいなものに出ようっても言われたんですか？まお誘いがあったっていうのが一番が自分が出たいって言って出れるもんでもなくって、はい、やっぱりこうチャンスをくれた方にで最初何をしたらいいのかも全くわからずに、はい、はい、でまあ日本独自のものって何なのかな。 まあ、日本の,あの、まあ、代表というかそういう形で私行かせてもらったので、はい、日本にしかないもので日本料理の世界の中で、えー、なんか世界をリードできるものってないのかなみたいな考え方で,、はい、でやっぱり魚の,その生け締めというかうん、うん、いい状態で魚を調理してるっていうことを、まあ、見せたいなという思いで、まあ、それを向こうで披露したんですけど、はい、まあそこでいろいろ。 考えさせられることがいろいろできことがあったというか。なるほど。それで20でその後2011年ぐらいからミシュランガイドでえっ、ー、と三つ星を始めてもらっあいただいて、そこからまあ12年連続でと。まあ無賞いただくまでにはちょっと時間もあったんですけれども。はい、そうですね。でも三つ星をいただいていく過程って例えば一つ星とか二つ星とかってあるじゃないですか。はい、あれっていうのはじゃこのもう独立してミシュランの人がさらっと来ているったりとかそういうことがあるってことですかね。そうです。もちろんあのさらっと来て。はい。 あのさらっと変えられるので、はい <laughs>、はい、どこに潜んでいるかって言うとあれですけど、あれあのなんかもうあらかじめそれで来るってことを分かってたりはしないってことわ、ね、からないですね。もう毎日自分がやっぱりこう納得できているものを出してるかどうかっていうのが一番大事で、はいはい、今日1日のその点数って何点なんだろうっていうことを毎日やっぱり考えてやっていくっていうことがまあ大事で、はい、そのいつ調査されているかっていうことを意識しているともう体が持たない。やご流言に洩めた込めた思いなどがあれば。 そう修行時代になんかよ読んだことのある読んだ禅の本にその「竜銀、はい、ゼルは雲が起きる」という言葉があって、はい、でそのまあ言葉の意味というか,なんかち力のあるものがひとたび行動を起こすとないろんなものを従えてやってくるみたいな、うん、まあそういうことを言ってるんですけれども、うん、まあそれを今のその解釈にあの解釈で捉えると、まあ、目標を決めてそこに向かって 真面目にに一途に行動を起こせば、はい、その自分のやっていることの結果が必ず自分にはついてきますよというふうに解釈して,て、はいてその言葉の意味が好きでななるほどと自分が思いを決めたことを積み重ねていくとその必ずその結果がついてくるんだなというのが、まあ、単純に屋号、龍銀というものを決めた龍銀すれば雲が起きるという流銀運気の中から野後を取って,るっているうことですね、はい、最初の頃はよく中国料理屋さんですかと言われました。な オープンして年ぐらい言われますあそうですか、はい、海のものとはどうやって向かい合ってらっしゃるんですか料理の手法というのはあの生で食べることから始まってその焼いたり蒸したり揚げたりいっぱいありますよね、はい、その手段というものが。はいうん、それのすべてをやっぱりこう食べるっていうのがやっぱりこの一つの,その満足につながるっていう部分もあるので一つの食材からいろんなこの食感だったり香りだったり可能性 があるわけですよ、ねはい、だからもう僕らのこう考えてやりたいことっていうのの答えっていうのは絶対食材の中にはもうすでにその答えが詰まっていると僕は思うので、はいうん、その答えをこう紐解いていくのがその今日魚を食べた時にお「こいつ脂のってるこいつ痩せてる」とかっていうふうに見ながら。 あのあ今の季節のこの産地のものはこうなんだなっていうのがずーっとこう何十年も蓄積されていく中で、はい、今日はこういう料理を作りたいからこの辺から弾けたらいいなとかっていうようなことを考えていくので。 まあ、マップですよね、うん、その自分の,その料,料理地図みたいなものが海の世界にあり山の世界にあり<な>川の世界にあるそ,うそうなイメージですかね、き<ー>のこの世界にもありそうだし流銀は徹底的にクラシックだけど徹底的に道具へのこだわりがあるからあの素晴らしくあの現代技術と調合されたポイントが打たれるのが僕いつも面白いなと思ってて。うんあの 今ある古典的なものだけど合理的に考えれば参加させたくないから昔と同じ手順でやっても別に手順手順は仕方なくその手順をとってただけなんで一番そうでそう合理的なところ取ってきたらこれが一番うまいっていうものをあらゆることでやっていくじゃないですか。そそううううななんでですあららゆるとところややっぱりそういうふうにやらないに 結局先人たたたちのの考えたものをなぞらただけでも日本料理っていうのも一つのその形があってみたいなことを言い出すと、うん、じゃあその形をまでなら日本料理をなんか極めたことになるのかっていうことなんですね、うん、だからそうではないっていうことと、はい、やっぱりこういり、はい、僕は自分の店をこうなんかサロン化するつもりもないですし、うん、やっぱり日本料理っていうものの魅力をどれだけ伝えたかがやっぱり今を生きる料理人として自分がかけてるものなので、はい、あの削りたてであのこういうふうにしたんですよとか。 あの米や今日あの外側削って精米したものを炊いたんですよっていうような進め方を僕はしたくないんですよはい、はい、そういう言い方とは違う美味しいものっていうのはもう圧倒的な美味しさがあるので、うんうん、そこの部分を人間の言葉に変えたくないんですねなので僕はもうカウンターやらないしあのやっぱりそういう素材の伝え方っていうものにもうかけてるので、はい、食の美味しいに関する論理の軸をお聞きしたいというの きてますけど、おいしいってたくさん軸があるじゃないですか。そうなんですで。あの軸ってどうやって捉えて考えてますか。か美味しいっていうのが、はい、その楽しいが美味しい。まあ、料理屋に行って何が大事かっていうのは、美味しさが大事。はい、まあ、たの楽しい時間が大事。いろんな人にとって大事なものがあると思うんですけれども。はい おいしいというのがその懐かしさであったり癒しだったりとかあといい素材を食べたという贅沢であったりとかいろいろあると思うんですけどまあ僕はそのまあ理屈抜きに美味しいものはおいしいという感覚が一番だと思っているのでやっぱりそれをまあ捉えているんですけれどもでも味というのは好き嫌いもあれば経験値もあるわけですよね。何をもってしておいしいというのかというのはものすごく個人によってのブレハブが大きいわけですよね。だからそれが 1あの一つの答えである,あるならばそれを目指せればいいんですけれども、はい、そのなんかちょっとスポーツとかと違って同じアスリートみたいなこ,うことをやったとしてもなかなか答えが1つではないことを料理ってやっぱりやらなければならないので、うん、その美味しいっていうのってその食べてるあ相手にもよ,よったりとか、はい、その時間だったり、はい、なんかなかなかその精神的なものが大きいので、はい、まあ難しいんですけれども。はい その初体験を何度もする感覚が楽しいという人もいるかもわからないですし食べたことのないことを知,るあの知らない世界を知るというのもいいですしあやっぱりこうだよなって思える懐かしい味というのもある。あなんですよ,ですよねなのでそれをなんか端的に答えられない自分が悔しいどう,どう考えてお客さんの食べ方とか時間の方向の使い方を演出していくのかというお考えですか、普段時間時間 皿が出てからその人が美味しいと思って食べ終わるまでのそうなんです、ね、それがまあそのご馳走感っていうものがやっぱり続かなきゃいけない、はい、温度と香りっていうのがやっぱり味よりも先に届くものであるということで僕は一番大事にしてるんですよね、はい、だから温度ののなないいものにご馳走はだからその料理が美味しいと感じられるご馳走感を放ってっ つあいだっていうのは必ず温度が伴うわけですね。はい、冷たそれも温いもので温かいとか。で、はいはい、その適正な温度。だから、その温度が、その料理の、その。命である。っていうのは、やっぱり。しかも、温度も香りも拡散方程式に従っていくから、あのホットキャットを拡散しちゃって。そうなんです、ね。正常状態に戻ってしまう。そうなんですよね。だから、どんなに、その。世界一の、そのピザ職人が。 作った焼いたピザでも1時間後に食べるんだったらデリバリバーでで今撮った熱々の方が絶対美味しいわけですよね,ですね料理ってやっぱりそういうものなのでかだから流儀だとねあの蓋を開けた瞬間かあとはなんかスープ注いでもらったりとか,、はい、なんか時間を変えて瞬間をずらしていくことでなるべくごちそう感は続くようにビールを常温で飲むとその話がよく分かると思うんですよあなるほど味一緒なんで、はいはい、でも冷たいか常温のビールどっちが美味しいですかっていうとあれ何が違うか温度が違うだけですよ、ね、確かに。ね だからやっぱ温度ってそのぐらいやっぱり重要なソムリエ温度に命と一生かけてますからね、<laughs> <laughs> 確かにそうなんですよね <あー S 2> だからやっぱりそこがやっぱり料理の命っていうのは温度と香りごちそう感は間違いなくまあ僕は献立てって言わずによく処方箋っていうんですけど海外の人からするとやっぱり外国の料理なわけですね、日本料理っていうものがやっぱり分かってもらえない部分っていうのは日本料理には多々あるなっていうのは。 今でもそれはもう痛感してますから、ね。味って儚いものなので、そ,でそこのそう,う、ね、そうなんです。そこの部分っていうものをどういう風にこう美味しさとしてこの最上のものであるかっていうことを捉えてもらうっていうのは今も難しいですね。<の>はい。新しい料理のアイデアを思いつくときはどこですか？頭の中は多分料理人のみたいになってるわけで、うん、料理と違うことをやってて料理のこと。 おあふとあこれ絶対いけるなっていうふうになんか向き合うべきは素材の美味しさをどれだけ自分が伝えられることができたかどうかずっとお客様に対してもうどれだけの魚をあやめたか分かんないとか <laughs>、まあ、そういうのは本当に間違いなく魚地獄とか間違いなくあるんですけどもやっぱりこう素材の命の価値を伝えてますよというところに自分の存在っていうものが今日どういう存在だったかなっていう部分では。